生おめでとうございます。っていうかもう今日4日だしね、今日が年明け最初の投稿でもないんで、ちょっとおかしいかな。今日黒崎に来てるんですけど、4日だけど、もうお昼に近いっていうことでお客さん多いな。ちょっとねぶらついてみようと思います。福袋が1万円と5000円のが売りようけど、これでもなんか女性物の店よね。なんかあるかな。いつも来てるガチャポンコーナーです。見てもね中身がねほとんど入ってないんですよね。東京リベンジャーズのねなんかこんなんがあったけんどうしようかなと思ってね、中覗いたら1個しかないよね。これしか出てこんもんね。どうしようかな、他にもなんかあるかな。最近動物園にちょっとハマってる感じなんですけど、なんかね木彫りの動物たちっていうのがあって、これなんか面白いなと思ってちょっと引いてみるかな。小銭があるんでちょっとスマホ一回置いて、スマホ一回置いて、うまく置けるな。ちょっとコインを入れなきゃいけないんで、これでいいかな。んでね、ちょっとこれ低いな、これ。あ、出ました。これね、ちょっとここ安定が悪いんで、ちょっとね中身を開けるんやけど、開かんな。ちょっと待ってよ。はい。あ、出てきた。出てきた。中身、あ、これレッサーパンダよ。これ。どうも、レッサーパンダが当たりました。んでは、チャンネル登録よろしくね。